それでは、追試というかですね、まあ、追試の基礎で、受け方ですね。で、この受け方が、ほとんどの人ができていない。わからない。なんでそうするかがわからない。で、これができるとですね、例えば講習会なんかで先生の相手するときにですね、できてない人とできてる人がいて、先生の場合はおそらくね、できてる人何回も使います。それは何でかっていうと、お互い気持ちいいからなんですね。で、わからない人はなんだかよくわからないまんま終わると。で、その基本的なことをちょっとやりたいと思います。で、まあ、細野さんにちょっとやってもらいますが、まず大事なことはですね、相手とどっちかが押す、どっちかが受けるということになる。うん、そっちが押して。で、僕が受けますね。受けます。で、この時に、まあ、ピンブーでもいいか。ピンブー。で、押してもらいます。相手のグーッと来ます。こう受ける。で、この時に大事なことは、ここ押されたものが足の裏へつながるということ。それから、ピーンと緊張しないことです。例えば、こうやって、カーってやったとき押して。押すと自分がきつい。ほら、ひっくり返っちゃうんですよね。かといって、こうなるとまたやられてくる。で、押してる方は気分が悪いというか気持ちが悪いんです。で、大事なことは、とにかくですね、体を、まあ、最初ね、硬直ってこう、良くないって言ったけど、例えば押してきたときにこうなって、こういう人がよくいっぱいいます。こういう感じで崩れていく。もう一回やって。こう押されてきました。はい、もっと押してきて。もっと押してきて。男の人に多いんです。倒れまいとするんです。だけど、追試ではそれはダメです。負けっぷりっていうか、飛び方が大事なんで、押された時に、相手の力が足へ降りて、真ん中にいますね。頭真ん中。押されました。はい、ずっと押してきて。こういきます。軽く。スーッと来たら行きます。頑張らない。で、この飛ぶタイミングっていうのがあって、自分から飛ぶんです。なんでかっていうと、今みたいにこうやってぐーっと粘っちゃうと、剣も何も来ないんですね。なので、まず最初は、自分の体を1個のドラム缶のようにしとく。で、相手に押されたら、こう押された力がずーっと来ます。背中へ抜けて、この時に、大事なことは、かかとをつかない。つま先側にいます。かかと側にいると危険です。はい、こうやってひっくり返っちゃう。後ろに。それともう一つはこの頭。もう一回押して。頭がこういくと同じようにひっくり返ってしまいます。だから頭を残して、かかとを少しね、わからない人は浮かしておきます。膝少し曲げます。で、押されたらかかと上げていく、かかと上げていく、飛ぶ。見える？わ かりますか？あ、ここね。ここ。押され、要するにね、こういう感じになったら押して。こう飛びます。ポンポンポンと。で、これは相手の受けた力を、この押した人は気持ちいいんです。スポーッと入ってくるから。これが押されて、はい、押して。ガーッと押して。ガーッと。こうなったら、この人、気持ち悪い。やられてる方も気分悪いんですね。で、じゃあ何？追試って何なの？って話なんですけどね、勝ち負け関係ないってひたすら天論に書いてある。つまり、相手と自分とのやりとりなんで、まず足からここ、つなぐときにですね、どうやってつなぐかな？簡単です。ここ、接してるところから足の裏へ糸引きます。それがぐーっと押されて、やばい。絶対に頑張らない。絶対に頑張らない。それで、軽く飛びます。軽く飛ぶためには、かかと側にいたら、ひっくり返ったり、やられたりします。ここにいるので、膝が少し曲がります。だから、こういう感じで飛びます。わかりますか？押す方も楽なんです、これは。気分がいい。で、次に見受けられるので、よく多い間違いは、女の人に多い。こうね、やっといて、あ、何にもね、この人、ちょっと押しただけなんだけど、その人は、それを感じて、ただ自分で飛んじゃってる。これ間違いです。必ずここは足の裏を
押して頑張って崩れていく、この感覚を見るんです。ですからこの飛ぶ時っていうのは自分の重心が崩されてもこれ以上行ったらひっくり返るから後ろへ飛んでいくので、これがいわゆるよく潮田さんが言ってるように中心を守るね、立身中正すべからく中正安定っていう言葉がありますけれども、この中心が守っていれば自分はボールのようになって転がるだけで怪我はしません。だからよく中国の追手なんかではみんながピョンピョンピョンで飛ぶのは自分が中心を、だからやってる人も相当分かって上手くないとできないんですよ。ところがみんな考え方として勝負ごとにとらわれて押されたら頑張ってこんなになってやる、これは全然そのまあいろんな流派があると思うんですけど、その中国のその我々が習っているその五式の馬先生なんかとは全然違います。崩し合いじゃない、相手の力を感じる。でこれができるようになってからはこの力が分かるので押されたらクーッと来てポンと返してあげる、こういうのが追手のやり取りなんです。だから負けっぷりが良くなきゃいけない。だから押されていいですか、触って力が来たからって自分からこう飛んじゃダメです。必ず自分の足へ降りて、この時自分の中心があって安定している、押されてくる押されてくる、あずれるなと思って飛んでいく、これが大事です。でこれをやるときにですね、今度は壁でもできるんです。こういう壁でこういう壁に触って押していく、自分がポーンとこう飛んでいきます。でこの時にですね、自分が重いか軽いかなんですね。重いか軽いか、つまり押された時にいくらかかと上げてて、はい押して、えこれ重い、自分の足がドタドタドタってこう動きます、これダメです。だからファンソンして緩むっていうのは下へ降りるんじゃない、膨らんで軽い紙風船のようになる。それで押されたものをスッと受けたらもう軽くと押す方も気持ちがいい、押された方も気持ちがいい。でこのことがわからないと追手をいくらやったってその本当のことはわからないです。全部ここからスタートするので、基本はとにかくかかとを浮くぐらい、もう一番いいのはこうつま先で立ってる、で押してもらう、うーってやってこう受けてみる、こういう練習していく。だんだんだからかかとの方がついてくるけどこうは乗らないと、この弾力で吐きたなっていう、大概お互いが気持ちがいいってことがポイントで、これは分かってる人は例えば講習会の先生なんかでちょっと来てとかして押したり引いたりの相手させられます。それなんでかというと先生も気持ちがいいから。で分かんない人はさっきやってみたらこんなぐりゃぐりゃ動いてみたり萎えてみたりします。でこれはもう先生としては疲れる。でやってる方は何だか分かんなくて、えこれが何なのみたいな顔になっちゃうんですよね。そうするとね、あそういうんじゃ、だからあこの人分かんないんだって先生の方は判断するんです。だから極力最初の一番最初の入り口はこう軽く受ける、ね、こうやって押す。で今度押す方も手でこうやって押さない、足でチャンヨって腰を伸ばすんですけど、ここから入っていくときにスーッと降りてきて腰を伸ばす。で必ず押したらすぐ終わらない、スーッと来てスーッとつながる相手と、こうやって見る、押した方向を見とく、こう意識っていうか気なんですけど、スーッと伸びていく。で伸びていくんじゃなくてもうすでに伸びてる、ここでスーッと遠くへ伸びてる、伸びてるところでポーンとこう出ていくだけなんです。これが一番の入り口です。それからいろんなこう例えばこういうのだとかこういうのが始まります。だけど基本は軽く受けてちゃんと足に下ろして相手の力を感じて自分の重心がずらされて飛んでいく、飛んでいくということです。だここがちょっと日常と違うところですよね。日常ではさこんな下がり方しないですから、うん、でこれはあくまでもこの中心を守ってるっていうこと、はい、ということでまたこれだけではまだ終わらなくて、まだこの奥にあるんですけど今日はここまでにします。終わりです。はい。